おはようございます、ボンドカーズアリーナ小島でございます。久々にですね、ボンドチャンネル箸休め動画のおじさんぽの時間がやってまいりました。これから4月で出発となります。天気もですね、今日は雨マークなく無事目的地まで行けそうなので、今回もですね、買い取りの旅になりますけども、無事買い取りできますよう行っていきたいと思います。それではスタートです。羽田空港に到着しました。今回もですね、飛行機の方で目的地の方に向かいたいと思います。今回の目的地ご経緯というのもですね、実は何度もですね、本当に何度もですご依頼をいただきまして誠にありがとうございます。そのいつものおなじみのあの地に向かいたいと思います。今回もですね、以前フライトまで4時間かかったあの出来事のようなことは、まあ、この時期ではないと思いますので、まずは飛行機がしっかり飛んでるということなんで、目的地に向かいたいと思います。はい、札幌千歳空港の方に無事到着いたしました。実はですね、先週も北海道の北見の方にですね、この車の方でお邪魔させていただきました。北海道の方にはですね、改めましてご縁を感じている次第でございます。感謝しております。ありがとうございます。これからですね、お客様のところ、まずは札幌まで出て、電車の方でですね向かいたいと思います。札幌駅に到着しました。これから電車を乗り換えてお客様のところへ向かいます。それではですね、査定も完了いたしまして、無事お車を買い取りさせていただきました。ありがとうございます。今回買い取りさせていただいたお車はですね、こちらになります。じゃじゃん、話題沸騰の G クラス、まあ、いい意味でもそうじゃない意味でもっていうツッコミはありそうですけども、 AMG の G63 になります。ありがとうございます。今回はですね、 G マニアクトゥアプログラムプラスが入ったお車になって、ご覧いただいても分かるように、ボディカラーがマグノナイトブラック、こちらの方のマットボディカラーですねになります。そしてアルミホイルもマットブラックの21インチオプションアルミになります。車の状態はとてもいいお車になります。そしてですね、なんと今回走行距離がですね、こちら見ていただくと分かる、現在で3629キロになります。ワンオーナー車ですね、すいません、ワンオーナーの車になります。今回もですね、いいお車買い取りさせていただきまして誠にありがとうございました。これから、陸送会社さんですね、来ていただいて、埼玉の方に陸送したいと思います。よいしょ。そうです。まだいたんだ。俺の DM 誰か買う人いないかな。3人まだ。いや、探せます。どんなとこあるんですか？かっこいいよ。めちゃかっこいいよ。見させてもらいます。ちょっと見ていくかよ。見ていきますよ。はい、とりあえず、俺家にずっといるから。4時ぐらいだって言うんで。そう？とりあえず、したら俺家にいて。じゃあちょっと。待ってるわ。はい、わかりました。終わったらね。お願い。はい、わかりました。すいません。すいません、ありがとうございます。はい。なんとなんと、動画撮影中にお客様が、こちらの方にお越しいただきまして、なんと、査定の追加、おかわりをいただきました。誠にありがとうございます。こういったですね、ご依頼いただくの本当にありがとうございます。まあ、車かなりかっこいいということなんで、ちょっと今から楽しみなんですけども、お車、陸送会社さんにお渡しして、査定の方ですね、迎えたいと思います。まあ、今日のお値段のご提示っていうのは、まあ、その場ではなかなか難しいと思いますので、
まあ、ちょっとご提案をさせていただければなと思いますので、そちらの方に後ほど行っていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。どうもすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、じゃあご依頼がありましたのでもう一台見に行きます。今回も無事、とても魅力あるお車を買い取りさせていただきました。ありがとうございました。まあ、この動画を見ていただきましてですね、まあ、あのご遠方の方でお車を売却を検討されている方が、まあ、少しでも安心してご相談いただければ嬉しい限りでございます。お問い合わせ方法はですね、メール、LINE、店舗でのお電話、受けたまわっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせいただければ幸いでございます。それでは今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。はい、今回のグルメミッションはですね、ツッチーマフォーマンスから海鮮丼というミッションを受けましたので、今朝の7時過ぎになりますかね、こちらの方に来てみました。二条市場です。ちょっと昨日とは打って変わってちょっと雨の感じなんですけど、こちらで美味しそうな海鮮丼を食べたいと思います。ちょっと雨すごいな。いろいろ迷った結果、ここにしようかなと思います。